第5巻近藤第520条債権及び債務が同一人に帰属したときはその債権は消滅する。ただしその債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでない。第2章契約第1節相続第1巻契約の成立。承諾の期間の定めのある申し込み第521条承諾の期間を定めてした契約の申し込みは撤回することができない。第2項申し込み者が前項の申し込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときはその申し込みはその効力を失う。承諾の通知の延着第522条前条第1項の申し込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは申し込み者は遅滞なく相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただしその到達前に遅延の通知を発したときはこの限りでない。第2項申し込み者が前項本文の延着の通知を怠ったときは承諾の通知は前条第1項の期間内に到達したものとみなす。遅延した承諾の効力第523条申し込み者は遅延した承諾を新たな申し込みとみなすことができる。承諾の期間の定めのない申し込み第524条承諾の期間を定めないで各地者に対してした申し込みは申し込み者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない。申し込み者の死亡または行為能力の喪失第525条第97条第2項の規定は申し込み者が反対の意思を表示した場合またはその相手方が申し込み者の死亡もしくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には適用しない。各地者間の契約の成立時期第526条各地者間の契約は承諾の通知を発したときに成立する。第2項申し込み者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立する。申し込みの撤回の通知の延着第527条申し込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは承諾者は遅滞なく申し込み者に対してその延着の通知を発しなければならない。第2項承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは契約は成立しなかったものとみなす。申し込みに変更を加えた承諾第528条承諾者が申し込みに条件を付しその他変更を加えてこれを承諾したときはその申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなす。検証広告第529条ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者以下この間において検証広告者という閉じはその行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。